写真撮ってるよ。よかった、大成功だね、みさきちゃん。ですね。ベンチの周りをバルーンで飾ってフォトスポットにして正解でしたよ。そうだね、かぼちゃのバルーンすごく可愛いもんね。そして何よりあの簡単仮想ボックス、あれのおかげでみんな手軽に仮装を楽しんでいるね。けどカオルさん、よくあんなこと思いついたね。魔女の帽子とかドラキュラのマントとか置いておくって。さっきから見てるけど着替えの必要もないからみんなノリノリで身につけてるし。演劇部の部室にあったのを持ってきてくれたんだよね。さすがカオルくんだよ。人は誰しも心の奥底で自分ではない誰かを演じてみたいと思っているものさ。そしてそんな自分の姿を写真に残す。ああ、なんて儚いんだ。みんなとってもいい笑顔だわ。お客さんたちの笑顔を見てたら私もちょっと仮装してみたくなっちゃった。仮装して写真撮ろうよ。そうしましょう。私はドラキュラの格好がしたいわ。私は魔女の格好をしてみようかな。ならば私はフランケンシュタインをやろう。今まで演じたことのない役を演じたくなるのが役者の性だからね。美咲はどんな仮装をするのかしら。私はそうだな、普段がアーだからなかなか思いつかないけど。普段？あー、なんでもない。そうだな、うん、ゾンビやりたいな。ゾンビの岬もきっと素敵だわ。うーん、早く順番が来ないかしら。とっても待ち遠しいわね。はいはい、わかったから、ちょっと落ち着きなって。